どうもこんにちは。今日はハーフキャブのハウトゥーをしたいと思います。スタンス、自分はこんな感じですね。ちょっと椅子前ぐらいで、最初やるとき、まあ多分ワンエンティとかバックサイドとかフロントとかと同じで、まあ、今自分ちょっと調子悪いんですけど、調子悪いってできなくなっちゃったんですけど、徐々に、まあ、どんどん回していってって感じでやるといいかもしれないですね。で、体最初180系で多分一番やりやすいと思うんですよ。体開きやすいし、フロント得意な人とか同じ感覚じゃないですか。で、上半身先にもうこんぐらいから回しと感じで、でオーリーしっかりかけて、あとはなんかこう足でクイックに持っていく感じでやれば、なんかいいハーフキャブができると思います。まあ、最初はどうしようもできないって人は、これ今のやつ練習して、回す感覚をつかめばいいんじゃないですかね。ということで、こんな感じですね。で、180系始めるんだったら、ハーフキャブフェイキーオーリーできるんだったらすぐやったらいいんじゃないですかね。物とかも多分180とかで一番飛びやすい技かもしれないですけど、今自分組み込ん飛べないですけど、ね、飛べるでしょ多分頑張れば、前の映像に飛んでるやつ登ってます、まあそんなとこですね。それじゃあお疲れ様でした。